八田丘陵は奈良盆地の北西に位置する丘陵の総称である。八田山系と称する場合もある。近畿地方には奈良県と大阪府を隔てる生駒マ山地が南北に走っていて、生駒山や茂山がその代表である。八田丘陵は生駒マ山地の東方に生駒マ山地と並行して南北に伸びており、北端はおおむね生駒市南河原町付近。 南端はオムネイカルガ町放流寺付近とされている。南北の長さは約1 3トル程度、標高は2 0 0ルから3 0 0ル程度である。全体に緩やかな地形であり、中心には松尾山があるほか、最も高いのは八田寺から西に登った八田峠の北方地点で標高3 4 0ルである。イコマ山地の東、八田丘陵の西には、 イコ谷ダヘグリダニが形成され、谷底を立つ田川が流れている。また、丘陵北部の東、西の圏丘陵,陵との間には、富尾川が流れ富尾谷を形成している。丘陵は、奈良県イコ市、奈良市、山戸郡山市、ヘグリ町、イカルガ町にまたがっている。丘陵中には、人家が少ないが、松尾さんの南西中腹に、ヘグリ町白石畑の集落が存在し、 官んの栽培が行われている。一方、丘陵北部では大阪のベッドタウンとして宅地開発が盛んに行われている。松尾寺八田丘陵の一帯では、東山六には霊山寺、八田寺、東中福には東明寺、丘陵城には松尾寺、南山六には法隆寺など、史跡や有名寺社に富む。奈良盆地など、 丘陵の周りの平野部は都市化が進んでいるが、古くからの山林や里山が維持されている、丘陵地域は基調とされており、1962年に一帯が奈良県立八田自然公園に指定され、自然環境や景観の保全、遊歩道の整備などが行われている。丘陵の外側のヘグリ町でも、里山と八田丘陵が眺望できる吹の里として、八田丘陵の形を、 奈良県警官資産としている。生駒市域の丘陵の尾根沿いと、西陸から上る各所に、八田丘陵遊歩道が整備されている。山と三山や、若草山などの園景里山や、田園の眺望、野鳥観察や、春の墨で、秋の紅葉などを楽しむ場となっており、途中には最高地点付近の頂上展望台や、国見展望台、休憩所などが設けられている。 八田丘陵を、近鉄奈良線、近鉄京阪な線、第二阪奈有料道路等のトンネルが貫いている。ありがとうございます。